白夜祭は、サンクトペテルブルクやパリ、その他の都市で行われている祭典である。サンクトペテルブルクの白夜祭では、1993年から、マリーンスキー劇場で、オペラ、バレエ、コンサートなどを含む、白夜の性音楽祭が開かれている。その他、アルギエパルサーなど、市内各地で様々な催しが行われている。2005年、 白野菜のグランパレでの1コマ2006年、白野菜の国立フランソワ・オアミッテラン図書館での1、コマパリの白野菜は、パリ市内で毎年10月の最初の土曜日か日曜日に夜通しで行われる文化的な祭り、2002年から開催されている。パリ中で夜19時頃から明け方までコンサートなど文化的な催しが行われ、パリ市庁舎も数よ市民に開放される。 パリ市条約のクリストフジラールが発案し、ベルトランドラノエ市長の下で実現した。日本では2011年から京都、2014年から輪っか内で行われている。ありがとうございます。